コーリングは日本のロックバンド、ウィーバーのドラマー、小説家である河辺徹の2作目となる小説である。第10回広島本大賞作。小説は2019年3月6日に角川から発売された。発売日には、ウィーバーから同名タイトルのアルバムも発売された。登場人物は本作主人公のりしおり、よ介、すであり、4人は、 広島県2日市中央高校の天文部に所属する同級生である。星への夢を語らいながら高校生生活を送っていた彼らだが、高校3年生のある日、世界初の人工流星が広島で流されるというニュースを耳にする。それは衛星を打ち上げ、そこから発射された小さな流星のもとが大気圏に、 突入して流星になるというニュースであり、その話を半ば信じられずにいた、ローダが、ついに人工流星が流される日が訪れる。担当声優は、朗読会の者。2020年9月から、流星コーリング天文部員というコミカライズプロジェクトが指導された。本作が漫画になるまでの過程を一緒に体験することができる。また、コミック登場キャラを育てたり、 会話することもできる。漫画の作画は、天月美語が担当する。2021年3月より、コミックニュータイプにて、連載が開始される。生まれてから、ずっと自分は、運が悪いと思っている麦と東京出身の、転校生、マスミが、広島を舞台に織りなす青春物語。人工で流れ星を作る、人工流星プロジェクトをきっかけに、 それぞれ天文部を訪ねる二人だが、そこで部長からまさかの占い結果を聞かされて、ありがとうございます。